教則とは、脇に置いてもたれかかるための安楽用具。機器では、机、奈良時代には、教膝付きと呼ばれた。小僧院に、下ん木が教膝付きとして伝わっているものが、固形であり、使用法も体の前面に置いてもたれかかるものだったが、平安時代以降は脇に置いて、肩肘をつくための天板光月型、上部に綿を敷き布を貼ったものも生まれた。材質には、木製のほか。 タンや竹製が使われた。また平板には長方形のもののほか、湾曲した形もあった。女性用として引き出しがついた箱型の宿り機械もあった。平板に四本足をつけたものが典型的な形で平板に綿を詰めビロードなどを貼ったものがある。主に明治時代までは室において使用された。時代劇などでは主に基人が神座にて使用する光景が見られるが、 実際には、私質で用いられ、公式の場に置かれることはなかった。現代では、料亭や高級旅館などで、客用に置かれたり、以後、将棋の対局の場でかろうじて、その名残を見ることができる。おとぎ奏詩に収録されているアメワかひこ奏詩では、人間の娘が姿を変えられて教則になる場面がある。明教国語辞典。 第2版 ISBN978 から44億6902万1172工事円。第6版 ISBN978 から40億80万1218区内庁、詳細院宝物検索宝物詳細画面、AB ブリタニカ国際大百科事典、詳項目電子辞書版2010ありがとうございます。